でもね、イタリアから帰ってきました。僕もちょっとね、あの深海からちょっと帰ってきた。お前はいいか、タコが。タコが最近、でも久々帰ってきて思ったんですけど、元気にチョリゾー。あ、そうです。あ、それなんです、それなんですよ。あのチョリゾーさん知ってます？何も知らないですか？なんかどん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 イタリアおかしいんですよ。頭おかしくなってるんですよ。行かれたことついて、ほんまにマジでどんな感じなの？わからんわからん。もうなんか、なんだろう、着る服が全然一緒なんです、全部。え、なんか羽根さん用意してた。おいすいや、やってるやん。おいすおいすうんいや、やってるやん。おいすおいすうん。ごめんやね、大人ってちょ、あ、ごめんやね、大人ってちょ、あの、あ、足から、ちょ、足から大人ってごめん。ツッコミどころ満載じゃないですか、今日。どえ何してた？わ、歯なくなってるやん。歯磨いてへん。歯え気づいてなかった、匂いで。なんかちょっとホームレスみたいな匂いするね。せやろ。せやろ。うん。それだから分かってくれたら言うてくれなあかんよ。あ、はい。あ、うん。なんで下履いてないんですか？パンツしか。ないねん、履くもん。その格好できたんで。それはもうあの、西成から。西成から。最近住んでんねん。は？家も引っ越して。知らなかった。追い出されたんじゃねえの？せやもう、買うもんもあらへんしな。これもあの、それどうしたんすか？最近傷つき買うてんねんけど。傷つき、もう食わすもんあらへんけど、服食わしてる。いつか絶対パン1になるじゃないですか、それ。知らない、パン1。犬どうなったんですか？それはそれで犬食うてもた。あ、美味しいで。ほんまに。え、何しとったん今日？え、会議。いや、そうそう、あの、フォーカードの。あ、フォーカードの会議、はい、企画会議。企画会議入ってました。あれと今日何も食ってない。3日間ぐらいな。3日？うん、ちょうど。え、犬くんぐらいの。やばい、絶対どこだ。で、俺と野菜の間で何があったんですか？ダメやらへんわ。ダメやらへんわ。噛むのもな、ちょっとあれやね。力使うよ。ああ、うん、疲れたもんね。ダメね、ダメない。ないか。ダメね。ダメね。いや、おっぱいチョコやった。もう、じゃあお前食うわ。はい。いや、確かに俺たぶん、やばいって。やばいって。え、なになに、ドピッピー。はぁ、これ食べる、これ、ええんか、これ。これ食べる、これ、ええんか、これ。食べんの、これ、食おうと食べんの。ええの、これ。食べんの、これ。え、うわ、こんな。2年ぶりぐらいやぞ、食べんの。いや、3日間って言ったやん。3日間って。イエーイ。そう、それほど。やばい、それは。イエーイ。お腹痛い。え、ちょ待って、やばい、皮むけへんやん。どこも思わんやん。やぜせんやろ。吸うねん、これ吸うねん、これ。しがんでる、おにぎり。そう、もったいない。おにぎりしがんでる。なんかそんなウィーラー感覚で食べます？もったいない。はぁ、これ、明太子やな、これ明太子。これ吸うねん、グータクさん中のやつ。まあそういうことじゃないけどな。はい。あの、どうする？みんな今から。え？開けたくない。お店の店ちょっと俺開けるけど、カメラマン、ちょ、俺面白くないけど撮るか。面白くないで。ミーティングの俺密着してるらしいんだけど、今日カメラマン、最近の俺を。面白くないよ。だからいるんすか。うん。まあ行く？じゃあ。はい。もう一回ちょっと行こう。まあ待ってるわ。はい。どうもないで。俺撮ってええけど。ええんか。俺撮って面白くない。面白くなんもないけど。ああ。てんなあれは。右に子供がしがんでた。ええー。頭おかしくないですか。すいません。はい。めちゃめちゃ気持ち悪かった。臭いし、抜かれた。お尻の脱いだのに、一回ちょっとウェービーに、一回様子見にしよう。絶対やばい、絶対やばい。じゃあやるか。行くぞ。